はい、皆さんこんにちは。今日はですね、久しぶりにちょっと動画を撮ってるんですけれども、なかなか上げられてなくてすいません。バタバタしております。でですね、まあ今日はちょっとこう、まあコーヒーなんぞを飲みながらちょっとゆっくりお話をしていこうかなと思うんですけれども、何の話しようかなと思いましたんですが、まあこの私がですね、YouTube に動画を上げている理由みたいなものをお話ししようかなと思います。と言いますのも、この間そうですね、 TikTok やってたもんです。 TikTok の切り抜きで流れてきたんですけれども、ごぼうの塔のね、奥野さんっていう人がお話しされてたんです。まあさっき言っときますけど、これ政治的な話とかいう話ではないんですよね。で、何を話されてたかって言ったら、選挙に行く人っていうのが大体今半分以下なわけですよね。じゃあこの選挙に行く人はもうすでに一定あるわけだからいいわけですわ。でこの後の半分、選挙に行かない人、この半分をどうやったら政治に興味を持ってもらえるかみたいなことで、お話をされてまして、つまり政治に興味のない人に政治の話をしても、もともと興味がないわけですから仕方がないわけですよね。で、まあその人は、なんか格闘技のところでちょっとこう花束をね、なんかちょっとして炎上したりとかしてましたけれども、そういうふうな、政治とは関係のない人に政治に興味を持ってもらうために、まあいろんなことをされているわけなんです。考えてみますと、私のこの YouTube も、まあ、例えば、まあ、これそれこそこういうふうにね、コーヒー飲んだりとか、キャンプで、ね、なんかしたりとか、そういうふうに、このノート関係のない動画とかも結構流しております。つまり、脳に興味のある方、つまり私が今動画上げているのにもうすでに見ていただいている方ですよね。その皆さんはすでに脳に興味があるので、いいと思うんですよ。そのまんま、なんか参考になることがあれば参考にしていただいて、脳学堂に足を運んでいただいたりとか、お稽古していただいたりしたらいいかなと思うんですけれども、今ね、そうですね、まあ、東京とかになってくるとちょっと分かんないんですけれども、京都なんかで言いますと、相当大きな会をしない限り客席が満席にならないんですよね。京都で450あるかないかの席数なんですけれども、この席数を満席にしていくためにどうしたらいいのか、つまりすでに脳を見に来ていただいている方ではもう頭打ち状態でして、そこから新しい人にどんどんとこう脳に興味を持って見に来てもらうということをやっていかなきゃいけないんだなと思っております。で、その上でですね、まあ、能っていうのは一体何なのか。もちろんその伝統芸能であり、ずっと続く、まあ、古典芸能なわけなんですけれども、そこに、まあ、描かれているものとか、そこの、まあ、考え方の中枢みたいなものは何かなって考えたときに、やっぱ人だと思うんですよね。人の生き方とか考え方とか、そういうものがこう多分にこうそこに入っていると思います。実際私が脳をやっていて、あ、こういう考え方なんだな、確かにこういう考え方って今の僕らにも合うよねっていうふうに思うこともたくさんありますし、もっと言うとですね、まあ会社とか、まあ、社会ですよね。社会で問題になっていることって、よく見ていくと、どっかに書かれているんですよね。で、その解決方法みたいなものも、例えば世阿弥が、その本にして残していたりとかして、言っているわけなんです。だから、歴史は、まあ、繰り返されるじゃないですけれども、歴史の中に必ずそういう、まあ、要素みたいなものがあって参考になるはずなんですよね。だからそういうものを含めて、単に脳を見てもらうとかお稽古してもらう、そういう皆さんが増えてもらいたいのもそうなんですけれども、全然違うところから、あ、これ脳って今僕らに役に立つよねっていうふうに思っていただいて見に来ていただくっていうのが、理想かなと思っております。ですので、まあこんなふうにノートは関係のない動画を上げたりとかして、
実際ね、この間北野天満宮でね、猿回しの人が、お猿さんがビョーンってめっちゃ飛ぶやつがあるんですけど、あれね、1日でね、なんかね、5000回か6000回かなんか回ったんですよね。それぐらい見ていただける機会が あったんです。で、そういうふうに、人の目に触れるところに物を置いておく、そしたらですね、そういうふうな興味を持つ人が現れてくるんじゃないかなと思っております。で、実際この間札幌に行ってきまして、トークをしてきたんですけれども、まあ言ったら2時間のトークなわけですわ。だから別に、まあ多少ちょっと歌いましたけれども、脳姉妹を舞うとかね、脳装束を着るとかそうなんじゃないんですよ。しゃべりなんですよね。で、はい、まあ、京都から、札幌にお越し、今回お越しいただいて、昨日、はい、そうですね。すいませんね、なんか札幌、涼しければよかったんですけど、ちょっと暑くてですね。いやいやいや、ね、皆さんね、京都の暑さはね、多分びっくりすると思いますが、今日は十分に涼しいです。ちなみにですね、昨日、おとつい、車に乗りますと車の温度計はですね40度を指しておりましたし、湿気はですね今日の3倍ぐらいございますので、日本一、厳しいところから来たと思っていただいたらいいかなと思います。あ、じゃあちょっと過ごしやすい環境ということで、だいぶ過ごしやすいです。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そんなね、2階はそのホラー要素があるんですけども、まあ、今日は能楽にまつわる怖い話、はい、松野さんにお話しいただくんですが、はい、まずこのね、能楽にまつわる怖い話、一番怖いのはですね、皆さんの手元にあるかと思うんですけれども、このチラシがございますよね。この緑色のチラシですけれども、それですね、はい、下の方にね、私の写真が載ってるんですけれども、ちょっと時間がなくてね、だいぶ前の写真を送ったんですけど、結果ね、一番怖いのは太るっていうことかなと思ってます。だいぶ太りましたね。ちょっとここに書いてあるその人物紹介のところも、なんか料理のことが結構いろいろ書いてて、そうなんです。あのね、全然これ怖い話じゃないですけど、いいですか？はい、このまあコロナぐらいからですね、キャンプを始めましてですね、はい、キャンプに行きますと、まあ、キャンプ飯というのを作るんですけれども、だいたいね、カロリーが高いんです。まあまあまあ、皆さんもね、なんかそのキャンプ行かれたりしたら分かると思います。だいたい肉焼きますね。焼きますね。焼きますね。はい。あまりもう、なんか凝ってくるとね、肉焼くだけじゃなくてね、なんか、いろんなものを引き出すんですよ。ジンギスカン作ってみたりとか、はい、ね、お好み焼き作ってみたりとかね、なんかいろんなことを引き出すんで、だんだん太ってきましたね。あコロナ太りみたいな。そうですね、そうしときましょう。しゃべらないですね。で、まあそういう仕事があったりとか、これって脳かと言われたら脳じゃないよとも思うんですよね。で、その日はね、展示をされてたんです。能楽の展示、大きなタペストリーに能面とこうお花が入った、まあこうデザインされたものとか、あと VR とかもありましたよね。そういうふうな、展示、つまりそこに能楽師が誰もいないわけです。能楽師がいないんだけれども、脳をこう世間にアピールしていただいている、そういうふうなやつがありましてね、期間が約1週間弱かな。でね、2000人オーバーの人が見に来ていただいたそうなんですよね。そんなふうに脳を、能楽師が脳だけをやっているっていう状況では、今の京都で言ったら京都関西会館を満席にすることっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思っております。だから、こそですね、僕らが特に、僕が思ってやっていることっていうのは、脳というものを知らない人に、こういうものがあるよっていうことを見てもらうことをやってるわけなんですよね。でですね、今度のこの能楽大連銀、今年10月の26日から始まるわけなんですけれども、この能楽大連銀もそうなんですけど、これ単に能をしてるだけではね、なかなかお客さんって集まってこないと思うんですよね。それを
くっつけるといいますかね、こう三角形の関係を作っていくのかなと思ってます。どういうことかと言いますと、まず脳がありますよね。脳はこれ高砂です。高砂があります。それに参加者がおられるわけですよね。じゃあこの脳と参加者をつなげるものは何かっていうのは、これが合唱なんです。脳と参加者、そしてそれが合唱というみんなで歌うという、コンテンツ、これが一つのつなぎ役となって三角形ができる。だから、こういう能楽大連勤というものが、多くの方に参加していただいているんじゃないかなと思っております。ということでですね、理想としましては、能の舞台を見に来ていただくことを増やすこと、そしてお稽古していただくことを増やすこと、これが理想なんですけれども、そこに至るまでのステップとしまして、能に興味がないというか、どうもね、お話とか聞いてるとね、興味あるなしの話じゃなくってね、能自体を知らない。もはや能と歌舞伎、狂言、その辺のね、言ったら日本の古典的なものが、言ったらごちゃっとなってるようなイメージを持たれている人が多いです。南座でやってるやつやろうとかね、例えば、神社でやってるやつ、確かに神社もやるんですけども、神社でやってる神楽みたいなやつやろうとかね、そんな風に言われたりすることも多いですので、能というものが一体何なのかというものから皆さんにアピールしていかなきゃいけないのかなと思います。ですので、これからも少しペースは遅くなるとは思うんですけれども、ちょっとこう動画を上げていきます。なんか今例えば最近ハマってるのがレザークラフトなんですけれどもね、レザークラフトの動画上げるかもしれませんし、何が上がってくるか分かりません。それはつまり皆さんがどういうところで脳に興味を持ち始める一歩を踏み始めてもらえるかっていうのを試行錯誤しているというふうに思っていただけたらなと思っております。脳の話以外もいろいろお話ししておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。